役立たずの豚、小沢魔女47歳、不変すぎる美魔女、バス旅、姿が沸騰、相変わらずお綺麗。世間がパリ五輪で盛り上がる7月31日、テレビ東京の水原、ローカル路線バス乗り継ぎ対決両長ドキドキ。捕まったら、そこで一発アウト、路線バスで鬼ごっこ第10弾、午後6時25分から9時54分のが放送され、バス旅。 二発参戦した女優小真珠、小沢魔四47の変わらぬビジュアルに驚きの声が上がった。第10弾となる今回の舞台は、栃木と群馬。田川洋介、65のチームメイトは、俳優の和田雅人、44、とお笑いタレントのつばや鬼こ、子、52、エグザイル松本敏夫、49、のチームメイトは、タレントの鶴野武四49、と小沢という構成に。 一日目は、二チームが鬼と逃げ子に分かれて路線バスを乗り継いでチェックポイントを目指し、その場所にちなんだミッションをクリアしながらゴールを目指す。さらに今回は二日目に、捕まったらその場で対決旅終了、という新ルールが導入され、ハラハラドキドキの展開となった。初参戦の小沢は、バス旅について想像以上でした。 最初行けるじゃんと思ってたんですけど、失敗してからメンタルがやばくて、驚くほど歩けなくなりましたね、と漏らす場面もあったが、47歳を迎えたその変わらぬビジュアルに、水原小沢魔女、かわいいな。小沢魔女さん変わらないな。路線バスの番組に出てる小沢魔女さんボタンとバラからだいぶ年月経ってるのに、相変わらず、お綺麗よね。 小沢魔女なぜこの仕事を受けたのか W。などと彼女の美貌を称賛するコメントは X。旧ツイッターに多数寄せられた。番組冒頭では小沢さんの代表作である昼ドラ、ボタンとバラ、東海テレビ、フジテレビ系の名言であるこの役立たずの豚。お本域で披露してくれるなどサービス精神も旺盛でしたね。テレビ誌編集者、今回導入された。 捕まったらその場で対決旅終了という新ルールに対しては。新ルール、鬼の予想がハマったらあっさり終わりそうだし、ゴールに向かう時 GPS 追跡できちゃうから、鬼だけタクシー代を残してたら逃げ子が圧倒的不利な気が。路線バスで鬼ごっこ、なかなか良かった。3年半越しの大規模ルール改定で、だらけずに見応えのある展開だったな。 そして、初回と同じく群馬が舞台というのが良いじゃん。やっぱり高崎前橋が面白いわ。ルールの大幅変更があって、心理戦要素が増した気がする。終盤はハラハラヒリヒリしっぱなしだった。と好評の声も多数上がっている。捕まったらその場で対決終了ですから、簡単に捕まってしまえばしらけてしまう可能性もありましたが。 両チームは最後までデッドヒートを繰り広げて、ハラハラドキドキの展開となりましたね。日本勢のメダルラッシュで大盛り上がりのパリ五輪が行われている最中、小沢さん、田川さんはじめ出演者たちは、テレ東伝統のバス旅、ファンをワクワクさせてくれましたよね。前室のテレビ誌編集者。小沢の普遍の美魔女ビジュアルにも注目が集まった路線バスで鬼ごっこ。 新ルールも導入され、今後もますます進化と盛り上がりを見せることになりそうだ。ドラマ、ボタンとバラの名言、役立たずの豚も披露した小沢。その変わらぬ美貌に、小沢魔樹さん変わらないなぁ。路線バスの番組に出てる小沢魔樹さんボタンとバラからだいぶ年月経ってるのに、愛変わらず、綺麗よね、と絶賛コメントが寄せられた。